断じ。よし、もう暗くなってきましたんで、ランタンつけてね。このレールロードランタンがさ、明るいんだよ。作ってこよう。かわいい小部屋ちゃん行きましょうよ。どうせつかないでしょ。よし、疲れじゃん。2回目最近つくんだよね。疲れじゃん。これ行こう。よし、どこだ、ちょっとどこだ、これどうしたんだっけ、どうなんだっけ、こうかな。これで、あ、ついた、ついた、ついた、これで、はい、いいよ、はい、あえてカメラを直して、はい、スノーピーク60周年記念ビッグシェラカップ。で、今日はさ、チャチャン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 、ご視聴者様からいただきました、富田のラーメンです。わかります、皆さん、千葉なのかな、有名なあの富田のラーメンでございますよ。いただきました、行こうよ。まずはこのスープをね、温めるというのは、このお湯の中に入れて温めて、ガチャ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 、 OK、 とりあえず温めてこよう。夜のラーメンいいよね。ちょっとお酒飲んでさ、キャンプ場で食う本場のラーメン、これ楽しみだよ。このままでさ終わるのもなんだから、ちょっとアレンジするよ。はい、ダン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 ジ。めっちゃ寒いけどさ、この寒さもさ、この後のラーメンのスパイスだよね。もうちょっとだよ。よし、ちょっとさ、これスープは OK でしょ。あたた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 、ロケだと思うよ。これ一回置いといて、のこの沸いた水に麺をドバーっといってらな。1分30秒。よし、いいんじゃないの？いいんじゃないの、これ。オッケー。そしたらこれを一回ザルで切ってきますよ。よいしょ。オッケー。そしたらさ、富田のラーメンとは関係ないんだけど、チャーシュー入れてこう。行こうぜ。チャーシュー入れたらうまいっしょ。これ全部いこう。よし。豪快にいって。で、ここに先ほど温めたスープをドバッと。ああ、チャーシュー入ってたよ。で、ネギを持ってきたんだけど、包丁とまな板忘れたわ。だから、とりあえず折っとく。包丁とまな板忘れてどういうことよ。洗ったところにさ、忘れちゃったよ、俺。これ入れない方がいいのかな。わかんないけど。とりあえず入れとこうよ。ネギないと、あれでしょ。いいんじゃないの。よし、行こうよ。まさかネギちぎるとは思わなかったけどね。いや、でも香りは最高よ、これ。行こうよ、行こうよ。富田やばい。うまっ。これ相当うまいな。富田のチャーシュー。やば、これ一言で言えば溶ける系。溶けるよ、これ。マジで。ちなみにネギは辛い。辛すぎる。本格的なラーメン、これやばいっす。あー、幸せ。
ダン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 ジ。寒いけど焚き火燃やしてるからさ、なんとか耐えられてる。午前0時、いやー外気温これマイナス4度ぐらいですかね。結構な寒さですが、目の前のこの焚き火があればね大丈夫。今日はこのタープのね後ろは閉じてます。前は開けっぱなしで寝ますけどで今回ね断食開始以来初めての自立式、はい、ハンモックで寝てみますよ。どんな感じになるんだろうね。行きましょうか。よし、寒いね、さすがに。あれ、うん、コンタクトどこ行ったよ。なくそこだったよ。これコンタクトのさ、このなんていうの、水っていうの、水これがさ朝になったら凍ってんじゃねえのこれ。いやいやいや、よっしゃ取れて。これさ、ハンモックの横にさポケットもあるのがいいよね。よっしゃよいしょ、シュラフにうまく入れるか。わあ、いいじゃん。うわ、これ快適。めちゃくちゃ快適だよ。すごい。ああ、いいね。包み込まれてる感じ。ああ、これはいいぞ。行きましょうね。まあマイナス5度に耐えられるシュラフに入りましたので大丈夫でしょう。男児ポンチョも来てますしね。はい、ということで今日はこれにて寝たいと思います。おやすみなさい。寒い寒いわ。風が吹いてきて寒いからさ、ちょっとなんか作っていこうよ。
断じ。